森と達夫、森と達夫、森と達夫、1888年、明治21年12月23日から1984年、昭和59年5月28日は、日本の学者、社会思想家、教育者、初代広島大学学長、名誉教授、政治家、衆議院議員、文部大臣、広島県広島市、福山市名誉市民、文化功労者、 1971年、君一等局実大受賞。1974年。広島県福山東堀端、現、福山市に、旧福山藩市、森虎蔵、地下の次男として生まれる。福山中学校、現、福山茂行館高校から1907年、第一高等学校進学。前年校長に就任した、二戸稲造の倫理の講義に感銘を受ける。 弁論部で活躍し、一校を卒業する1911年2月、弁論部の後輩、川上上太郎に頼まれ、大逆事件を主題とした、徳と見ろかの講演会、無本論を開催。これは一校始まって、以来の思想をめぐる、大騒動に発展した。1914年、東京帝国大学法科大学経済学科卒業。世は労働者のストライキが急増。 おざく葬儀が広がり、学生運動も台頭。森とも当時の知識人たちと同様、近代社会の弊害を除去するための探求に進む。社会科学あるいは、社会問題を、生涯の研究課題に選ぶ。森とは大学に残り指示した、高野岩三郎の経済統計研究室で、しばらく助手をした後1916年、経済学科助教授となる。当時の経済学科は、 法科大学の付属品のような存在であったため、他の研究者たちと独立に尽力。経済学、社会科学の研究は、法律、政治の国家学とは本質的に異なる上、国家主義的思想の強い法科大学とは他とを分かちたい気持ちもあった。結果的にこの考えが、後の森と事件で、上杉新吉ら学内の右翼団体から攻撃を受けることとなる。 九百十七年、ロシア革命が発生。九百十九年、経済学科が経済学部として法学部から独立。九百二十年、新旧運を象徴するものとして、経済学部が森戸と同じ助教授だった大内表衛編集による、帰還し、経済学級を刊行。森戸は、人類の究極の理想が無政府共産性にあるとの考えから、この総刊号に、 ロシアの無政府主義者、クロポトキンのバント・ダッシュという論文を翻訳し、クロポトキンの社会思想の件として発表した。このことが、上杉新吉を中心とする学内の右翼団体、広告同士会から排撃を受けて雑誌は、回収処分の地発売禁止となった。さらに新聞司法第42条の、長剣貧乱罪により、森戸と大内は起訴された。これをきっかけに、 東大新人会が森戸らを擁護、さらに各大学の学生団体も森戸と,と大内を擁護し、新聞、雑誌も大きく取り上げ、言論会は大論争となった。裁判では今村力三郎を主任弁護士に原吉道、花井拓造、宇沢聡明、特別弁護人に三宅節令、吉野作造、佐々木総一、安倍総ら総総たるメンバーが揃い、 大審院まで行ったが、上国は帰却され有罪が確定。森戸と大内両名は失職した。この間森戸は、菅野監獄の独房で三ヶ月を過ごした。しかし前日の弁護団をはじめ有島武雄や長谷川、女瀬館、後藤新兵ら多くの文化人が、森戸らを擁護し、有島とは修正変わらぬ交友を持った。有島は、生前の黒ポトキンにあった数少ない。 日本人の一人である。一方、森戸の論文は、論理も、学術的価値もない、と同じ経済学部の教授、渡辺哲造などは批判した。出国後、高野が所長を務めていた、大阪の大原社会問題研究所に迎えられる。森戸や東大経済学部の若手研究家たちが、大原研究所に移ったことで研究所の陣営は、充実し権威を高めた。 1921年、東大助教授時代に続き二度目のドイツ留学。ここで、マルクス主義の文献を書き集めるなどし、一年十ヶ月倍ル体制下のドイツで学ぶ。帰国後、廃線まで同研究所を拠り所ころに、社会科学の研究や労働者教育に従事した。また大阪労働者学校、神戸労働者学校の経営委員、講師として携わり、中心的運営を担う。 この時、西尾末広と親しくなる。大原研究所は、財政的に行き詰まり1937年、東京に転使縮小した。敗戦後1945年の秋、高野岩三郎、杉森光二郎らの提唱で結成された、日本文化人連盟に参加。ここで、新生という雑誌を出すとともに、内部で新憲法の研究を始める。政府部内でも、 帝国憲法改正作業は進んでいたが、森戸らは民間として独自にこの作業と取り組んだ。法律に詳しい鈴木康造や今中津丸を加え、憲法研究会を組織し2ヶ月ほど激論を重ね、この年暮れ憲法草案要項を公表。民間の草案としては最も早く、どの政党よりも一足先に出たため大きな反響を呼んだ。 GHQ 草案の作成に、この憲法研究会が採用されたことは、憲法学者の中では広く知られている。同年11月、片山明を初期長に日本社会党が結成された。森とは創立準備委員会に参加し、入党に踏み切った。現実に新日本を建設するには、具体的な政治組織と政治運動が不可欠であるという考えからだが、 幹部としてではなく一党員として入党した。この時は大義士になるとは考えていなかったが、休日老系の幹部たちの多くがパージにかかったため、やむなく1946年、旧広島3区から戦後初の衆議院議員総選挙に出馬し当選した。以降3回当選。一高校長、天野定友らと教育基本法原案の骨組作成に携わる。また、 現行憲法にバイマル憲法で謳われた生存権、健康で文化的な生活を営む権利規定を第25条として加えたも社会保険制度調査会、教育刷新委員会、給与審議会各委員を歴任した。1947年6月、片山内閣、足田内閣の文部大臣に就任。敗戦急防の GHQ 占領下において、 義務教育を3年生の中学校まで伸ばす6.3制学校制度の発足、働きながら勉強する者の,のため高等学校に、定時制や通信制の設置、教科書検定制度、高専制教育委員会設置などの重要施策を、担当し後の教育改革に尽力した。他方、国立学校の授業料を3倍値上げや、大学理事会法案を押し通そうとして、これをきっかけに、 日本の学生運動史上初の全国ストライキが起こったり、全日本学生自治改装連合が結成されるなど、戦後の学生運動が画期的な功用を見せることとなって、これに乗じて、日教層や日本共産党なども組織を拡大していくこととなった。1949年、衆議院議員総選挙での社会党の惨敗後、同党の再建をめぐって、 左派の稲村純造と論争を展開、森と稲村論争、社会党右派の理論的指導者でもあった。しかし政治家は、金がなければやっていけない、政策を打ち出しても派閥が足を引っ張り駆け引きが必要など、政治家は柄に合わないとの認識から、教育の場で最善を尽くしたいと1950年政界をさ、広島大学学長となる。1950年、 強く嘆願されて、初代広島大学学長に就任、原爆の跡が生々しく残る、同大学の再建、充実に尽力。地域性を活かし水畜産学部や整形学部を新設、整形学部に国立大学発の夜間部を設けた。また当時の仙田町キャンパスで正門から、理学部1号館、旧、広島分離大本館に至るメインの大通りを設置し、この通りは、 彼の名にちなんで森と道路と呼ばれた。1963年まで13年間勤め、広島大学を退官。この間、広島講師出身の矢良長病に協力し、矢良の口利きで沖縄の多数の学校で日本の教育改革を明かした。また、教員の地位向上に勤め1952年、日本ユネスコ国内委員会発足で副会長、後会長、 国際会議、総会に、たびたび出席し、日本のユネスコ参加に尽力。東京に戻ると、文部大臣の諮問機関、中央教育審議会会長に押されて就任。池田内閣が、人づくりは、国づくりの基礎であるとし、人間形成の重要性を国民に訴えたのを受け、1971年、昭和46年障害育、小学制度問題、教師の職制。 給与の改善等を柱とする第三の教育改革を答進する。これは明治の教育改革と敗戦後の改革に続くという意味で、いわゆる四十六答進あるいは四十六年答進として知られ、三十年以上経った現在も臨時教育審議会の参考資料として利用されるなど、教育改革の実施に強い影響力を及ぼしている。 1958年には森戸が戦前に勤め、戦後に再建された大原社会問題研究所、労働科学研究所理事長に就任。労働関係や公的関係者を多数受け入れ研究部を充実させた。また職場の災害、労働災害など、産業公害、当時はまだ公害という言葉はなかった調査で実績を上げた。1961年。 学校放送を研究する全国放送教育研究会連盟理事長。1962年、日米文化教育会議発足で、初代委員長、主席代表、恩師、高野が NHK 会長を務めていた縁で、1963年、開校した NHK 学園高等学校校長、能力開発研究所理事長。1964年、 日本図書館協会会長。国語審議会会長時代には、漢字化なまじり文を踏襲する発言を行った。1974年、松下幸之助に壊れ、松下市長閣教育研究財団理事長。1975年、教育の正常化を目標とする、日本教育会発足で会長など多くの役職に、き、教育会の役職をほとんど独占。 戦後教育改革の手直しに取り組んだ。ただし、彼が文部大臣として教科書検定制度を創始したこと、これにより、家永教科書裁判において国側証人として出廷した、さらに中共新会長として国家主義的とされる、期待される人間像を投身したことに関しては、彼の社会民主主義的な政治的立場とは矛盾するのではないかとの批判もある。 1964年君一等随法賞。1971年文化功労者検証。1974年君一等旭日大受賞受賞。1984年5月28日成居。去年96。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。